こうやって始まるの初めて知った。ポチッつったら321で始まるんだ。誰もいない。ピースピース。あ、誰か来た。はーい。TMI だらけのインライでございます。久しぶりみんな。久しぶり。おひさー。おひさー。ここはボーカル室でございます。ねねね、よいしょ。 Hi girls, you look beautiful. Thank you. Oh my god, hi girls, you look beautiful って言わないと。それ that's the context of the comment. Okay, okay, I'm sorry.Bro, okay. Bro. Bro. No. No, 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 no. So cute. Thanks. Haha. まあちゃん、ニーナちゃん。今コーナーに来ててさ、喋ると痛いの。ガチで言ってんの？ここにあんの。ここに。この後ろに。ニーナ、タレキなんて言うの？マジ痛い。タレキってなんて言うの？物もらい。物もらいできちゃった。嘘。夜遅く寝てるから。最近二人とも夜遅いんだもんね。うん。そうなの。静かになったき。ここでやるの初めてかもしれない。うん。What's TMI だって。What's TMI？ うん。じゃあニナから行くか。うん、TMI。そうだ、最初の TMI。で、私結構大きい TMI あります。うん。今日初めて PT を受けました。イエーイ。はい、ということで今日初めて、ちょっとなんかね、最近あまりにもで私生活が不健康すぎてやばいんですよ。食べてるのね。食べてるし夜遅く寝るしみたいな。別に食べてるのいいと思うのね、うん、別にそんな毎日爆食まあしてますけどだけどね、あの健康ではないなと思って。そうそう、あの食べる時間帯が良くないって、ね、で朝遅く起きるし、だから、うん、ちょっと一つでも健康になろうと思って PT を受けることにして受けたんですけど、どうだった？先生に褒められた。イエーイ。ちょっとチャリソバラのがちょっと苦労したりなんで、先生に褒められたって。いやでもニナは正直本当に運動うまいんで任せてください。あとね、もうなんていうのあれだよね、勝ちたい欲が。そうなんですよ。なんかスパルタで逆に接してほしい。本当すごい。な、先生にそう言ったら本当に先生にちゃんとあのこれをやってる、この動作があるんですよ、うん、これを20キロ、あ、15キロから20キロから最後30キロまで、うん、30キロまで。素晴らしい。で、あなたが。私だって500グラムしかできないんだよ。この二人はスポしなさそう。そうだよ。私たちスポしないから。私たちちゃんとしてるから。ニナは唯一スポししてしまった時もないっけ。あれだったよね別に。ん？あのそのみんな知らなかったから、ニナがスポしたこと自体を。だから、うん、大丈夫で、あなたの。あれでしょ？うん、あのスイートノンフィクション。そう。だってみんな知らなかったでしょ？だからよ。だって私が止めたんだもん。だからよ。うん、ね、あなたの TMI 何なの？私の TMI 何だろうね。今日の TMI は何だろう。今日はね、アイラインあげたの。かわいい。見えないかな、アイシャドウで描いてんの。上にピョってあげた。見える見える。うん、かわいい。ちょっとね、今日は3時からねダンスの授業があったから、その前にちょっと時間があったんで、ちょっとだけちょっとだけやってきたよ。めっちゃちょっとピョって。モテちゃうぞ。モテちゃうぞ。え、さっきめっちゃ面白い質問あったんだよね。なんか、ん？シャトルレース、シャトルラン、シャトルラン何回？シャトルランってなんだっけ、あのなんか物取るやつ。ピーッタタタタタピーッタタタピーッタタタタあの早くなるの、ね、その時間が。あれなんだろう。はい、ピョス。あれ何行けばすごいんだっけ？レベル何行けばすごいんだっけ？でも110何とかとかあったよね普通に。え、なんかさ、レベル10の1とかじゃなかった？レベル7の6とか。うん、ニーナアメリカのやつだからか、分かんない。分かんない。え、多分ね、シャトルラン日本とインターとアメリカ全部違うと思う。ニーナは絶対そうだと思う。負けず嫌いだから頑張って最後まで残ろうとしてた。なんかピープギリギリ最後まで残れなかった。分かんない、シャトルラン何だろうな、あのピープレベル7ドレミファソラシ、全然話噛み合ってないじゃんごめん、We're talking about シャトルラン over here。 ごめん、Gotta be like sticking to the concept, no seeing the topic. シャトルランマジできついよね。わかる。
もう何ドレミファソラシドで走ってくやつ。え、いやそんなの知らないよ。そんなドレミファソラシドで走ったことないよ。そんな走ったことないですよ。何を言ってるの、ギチ。え、わかんない。シャトルランはドレミファソラシドで走る。だから we're talking about シャトルラン over here 一緒にもうパイタンこの人も okay, okay, okay. マルチ、マルチできないですよ本当に。あのね、はいはいはい、わかったわかった。連絡してるじゃん。でそして連絡してるじゃん。でそれであの喋ってるじゃん。本当に何も言ってこないから、なんかえ何々だよねって言って、何々だよねのだよねを言っただけ、言った時に携帯をこうやって持ってきたのに、まーちゃんが、うん、何々が入ってきてないんでしょ、もうそれにして。もう捨ててんのよ。私本当に分かんないの。分かる、これ共感できる人いるか分かんないんだけど、あの本当に今なんか例えばマネージャーさんから連絡来ました、うんそれでうんうんって言ってやってたらもう全部飛んじゃう。わ、マジマジで分かんない。なんかその前にあった10分ぐらいの会話を一気に忘れるのこの人。そう。そうなの。そうだよ。あ、え、ガチで手でかいよ。見て。すごくない？自分の手だって見てと顔同じサイズなんだよ。私別にちっちゃい方じゃないよ。顔、いやあなたちっちゃいよ、ごめんけど。また手震えてる。ちっちゃい。大丈夫？見そうな？大丈夫。でも大きいし。緊張してるみたい。顔もちっちゃい。何緊張しちゃったの、私といないと私が誘ったんですよ。ハワイだね。ハワイぐらい。ハゴシポちゃんは、okay. もう下げそう。ハゴシポちゃんさ、何ニナ大人っぽいだって。ありがとうまっちゃんはただみバブイ、バブイだてめですよ。これ可愛いよね。黒縁買ったんだって。顔は小さいだけで顔も小さいし手もでかいっていうことで、足は分かる本当に、うん、足のサイズがでかいほど身長大きくなるらしいよって。でかいよには何センチ、コンパチュ今25か、たまに 25.5 までいく。すごい本当に大きい。ね、まだ伸びてんじゃない。まだ伸びてる。だってみんなこの前の健康診断より伸びてる気しかしない。いいなー。いやでも私今年の健康診断、でもあなたも高い方やん。Excuse me? あなた3番目に高いじゃん、20で。それ今言っときなよ。言ったよ何回も。だけどさ、別に正直さ、どんぐりの背比べなんよね。だってみんな一緒一緒だもん。ニーナと彩香は、うん、高いけど今はちょっと、まあ、ネイルしてないです。悲しい。ネイルしたい。ニーナさ、ネイルがさ、あ、爪が伸びないの。自分の本当の爪が弱すぎて、だからネイルしたいんだけどできないな。Baby, I love you. Baby, I love you too. Wow. Wow. Da 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 da. Voilà. なるほど。バースデーガールだからお祝いしてだって。おめでとう。おめでとう。誕生日おめでとう。おめでとう。これ難しいんだよ。You, you, 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 you.パラダイスって発音教えて。パー、行きますよ。一個ずつ行きますよ。何？パ、パラダイスの発音教えてだって行きますよ。パ、ラ、ダ。I'm out of the show. マジ無理。せーの、パラダイス。あー、よくできました。戻ってきなさい。ちょっとこれ切り取りね。拡散よろ。え、じゃあ、あのね、パラ、すいません。じゃあ、ニナ、この2日間、3日間テンションが変なの。うん、ほんとだよ。一昨日から変なの。パラダイス。今の絶対家帰ってもう一回見てね。絶対で。黒歴史やわ。なんか茶色くなってきちゃった。ニナも茶色見て色落ちちゃしてるから。ニナやばいよね。なんか黒だったのに急に超個人的な話。なんか茶色くなってきちゃった。あ、6月1日ライブ行くで、ライブあれ6月1日。なんだったっけ、スケジュールの何あれじゃない、忘れちゃった。パンミーティングで合ってますよ。あー6月1日。
もうね、私たち今次の日の話で、あ、1日だと2日もやりますよね。そうですよね。そう、知ってる知ってる。そうなんですよ。あのね、なんかさ、質問もしたくないからさ、これでさ出てなくてさ勝手に予想したら本当にダメだよ。そう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 。ウィジオンもね、気をつけて。わかる？私たちが、そうそうそう、私たちの人生がかかってると思って。そうなんだ。6月1日？だって今7月？危ない。本当に危ない。だから知ってたけど言っていいのかわかんないじゃん。そんなの。ね？みんな。何？なんでよくなかったの？なんで笑ってるの？なんで？ダンサー笑ってるんですよね。もうわかんない。この世界難しい。この世界難しい。マジ難しい。ポスターのような空気感。間違いない。本当にスポじゃないよ。スポじゃないよ。だってみんなチケットやってるんでしょ。取ったでしょ。来るんでしょ。ならスポじゃないよ。そんなスポにしないで。うざい。うざい。取ったでしょ。来るんでしょ。カツルさん。そうね、本当にあの、ね、スポブラと大事。違う。本当にそうなの。かわちいだって、ね。スポイとかスポムラとかいるから。そう、私スポ林でもないの。スポマンでもないでしょ。ワッピーワッピーいいじゃん、これね、好きなんだから。ありがとう、うん、好きよ。今日の夜ご飯は、まだ私今日何も食べてないよ。何も食べてない。おお、何か当ててみてください。当てた人に最強な5万円あげます。お金あげる。最強な愛嬌とかじゃなくて、以上愛嬌しようね。じゃあ当てたらまえちゃんが愛嬌3点セットしてあげる。なんでやねん。いや言ってない。何を当てたらって。何を食べてるか。いや私言っちゃったよさっき。言ってないよ。ねえ、そういうのするから楽しくないんだってば。ほらグリキヨーグルト、じゃあ3点セットお願いします。せーの、1、2、3、4、3点セットっつったよね。ね、もう髪の毛がね、違うの聞いたよ先生。もう3時間4時間ぐらいダンスしてたの、はい、なんか今ちょっとナスイ、うん、よろして。ドッグフードって言った。だって違う、ヨーグルト。ドッグフード絶対それみんなが犬キャラだから言ったでしょ。みんなそんな小さい頃食べたとかそういう経験ないので。でもあるんでしょ、あるなんか人は人によって。いや、小さい頃ドッグフード何で違う。ドッグフード食べたことあるみたいな。うん、何これ。ツインテールしてだってしてやりなよ。なんで終わり。だってみんな髪結んでるから。ハッピーハッピー。Nina, you're so cute. Oh my god, I'm gonna cry. Oh, thank you. You should cry too. Whoa. Whoa, okay. Do you feel that you're hungry? Yeah, yes. I can feel it. She needs to eat pasta. Oh my god, do you feel that? Girl, I'm really hungry. Girl. Did you hear that? Oh my god, they're cute. That they. No, do you hear this?Did you hear that? I'm like actually. リマちゃんのリの漢字が一緒でしたって。いいじゃん。里？可愛いじゃん。ニナね。ニナの漢字わかんないでしょ。私メンバーの漢字一つも書けない。大丈夫よ、そんなんね。ニナも書けないから。書けるのは山口。あ、苗字。苗字は全然書けるよ。絶対無理。私花橋。あ、花書ける。橋書けない。橋かけないの。うん、洗いのいかける。あらかけない。あ、髪染めみたいんだけど、おすすめの 髪色とかある。ニナでもあれ結構本当に好きだった。スイートノンフィクションでやったブルーブラック。え、ブルーブラック可愛いよね。あのブルーベ系とかそういうちょっとウィンター秋系似合う人はおすすめしますね。
いいと思う。そうですね。まリマさんはどう思いますか。ブルーブラック、いや自分のすすめの色なんですね。自分のおすすめのカラー、私は黒。黒がやっぱ一番可愛い。でもナチュラルって本当にいいと思うよ。自分的にいいかもしれない。ホテルジンノです。ジンノじゃないけどニナなんだけど、ジンとナ、ね、あ私どっちも書けない。ニナの名前絶対書けなかったでしょ。書けない、うん、ニナって感じで結構みんな書けない。これよ、ニナってどれ。でも結構シンプルだよ一回見たら。ちょっと待って、これあこっち、あニナがそれか、うん、今マキノだと思った。質問ボックスあったわ。あ、本当だ。え、インスタってこんなにしかしたの。さっきのストーリー何食べてたんですか。インスタわからないよみんな。え、インスタ写真待ってます。わかりました。チミセンガリストよ。ユキスもあれやじ。何人なんで。もやいっそよデゲジ。オーマイガー、ずっとやってる。ちんと触らないこと。計測器を行こう。ちょっと触らぬごてにめんおりょすておまらんかちへわすにかちょんチャレーバブルソとバレッチマンチュミネンよじめんデゲジインスタ에서。그러네월요일네그럼여름에월요일입을수있는옷을만들고그거를여름때입고올리도록하겠습니다그래한나취미있나나취미는취미있지않을까요즘에그림으로일기쓰는거시작했어요 2주정도하고있어요괜찮네요매일매일다른핀을쓰는거하고있잖아요 Why such cutie patooties? Because we are Because we are cutie patooties But we are also mother Mother? Do you know what mother is? No. She's giving... Oh my god, mother. What's a mother? When someone is so unbelievably hot that it's like you've mothered. Like you just... Like, yes, she's giving mother. Then we're giving... We can give mother if we wanted to, but we're just, you know, cutie patooties are like our daytime job and then like our nighttime job. It's mother. 好きな中華のメニューは?じゃあじゃあ麺。みんなもそれかも。あとチンリセウってそうかな、違うかな。あ、そうだよ。あ、チンリセウも好き。あの、なんて言うんだっけあれ。うんうんうん。チンリセウなんだっけ。In Japanese。わかんない。チリエビチリ。エビチリチリエビって言った。チリエビやばいから。ごめん。Okay. Give me a wink。はい。あと5分だけありますね。5分くらいで行くかな。お腹空いてないの。やばいよ、もうさっきからお腹の音しか鳴ってない。みんなピッティでね、次は食べちゃダメって言われたんだけど、食べたいの今日は。ほんまに食べれば。でもじゃあ、でもヒロアもさ、そういうタンパク質系食べてないのよ。だからさ、うん、何食べるの、これだけ。いや、それだけじゃ無理かな、わかんない。春へ接近してたらもうやるんで、みんなもちゃんと1日3食食べてくださいよ。味噌食べてる。でも味噌食べたい。食べたい。味噌いいの。そんなのやだやだね。みんなももっとインナー長くしたいよ。終わるのやだやだ。見てくれない。もっともっとしゃべりたい。もっとしゃべりたいね。その場楽しみにしてるって。みんなありがとう。いつするでしょうか。私たちは当ててみて。でも教えないよ。金バッチュー、パッチュー。みんなさ、本当にやばい。いや、この3日間のテンション本当にやばいです。普通じゃないよねこれ。だってみんなこんな口数多くないよ。Can you stop being like annoying? 口数多くないの?그니까난아니야이건나아니라고진짜난이잖아요인테제로서이건저아니라고요죄송해요지금좀이상해가지고지금왜냐면위주에아예때다무시노우리시노시아스나노だからこんなにテンション高いのね、わかる。本当にそうだよね。マジで会いたい。会いたい。みんなダンス練習の時普通にこういう感じだったもん。リマちゃんにも編み物プレゼントしてるの。何欲しい？作ってあげる。今教えて。え、何欲しいかな。なんか洋服に合うもの。あ、キッチン的なやつかよ。うん、作ろうか。カバン。いい
あなたが好きなそういうなんかちょっと花的なカバン的なそういうなんか、そうそう、なんかちょっとさ刺繍系のバイブ、刺繍系バイブ、刺繍系バイブのやつこう、いいね、あ黄色がいい、黄色、黄色、分かった分かった、うん、黄色の買ったです、黄色好きなんです、黄色が一番好きな色です、今日のカバンも黄色、ほら黄色、みんなの今日のカバン、バッグ、みんなの今日のカバンは黄色のカバン、よし、黒、いつも持ってるやつ、いつも持ってるやつ、中には中に何が入ってるかな、中には財布、パウチ、マジ何も入ってない、リップと財布しか入ってない、 ASMR 行くよ、ねえねえ、もう終わる2分前から始まる ASMR 最高だね、スクリーンにやんのやばいって、ごめんなさい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 、で、見て、かわいいでしょお財布うまくない、いや、エースマイルやったほうがいいって、ね、やりなよ、ね、楽しそうじゃん、私最近ハマってるの、エースマイル、エースマイル、いいじゃない、そうということで、もうすぐ終わりたいと、お前荷物の大きさの差がすごいね、確かに、みんなは今日はすげー楽しすぎたよな、そう、今日は今日は入れてきただけ、こっちに、そう、でもよく入って、あとポッケがあるからね、携帯はポッケにぶち入れてます、なら縮小タイムして終わりますか、はい、悲しい、そんなのやだやだ、捨てたい、もっともっとしゃぎたい、何する、なんで笑ってんの、何ねえ死んじゃねえ、無理、チッチュン、ダメ、もうスクショとかやってらないのよね、最後はずだけど、あ、ということで、あ、何言いたかった、あのダーパフォーマンスの対バン最後だけ言わせてください、対バンの時にミスさんとの先輩との対バンの時に最後のコメント本当に感動したよね、みんなで超号泣しました、あんなに号泣したの初めて、宿舎の中でも余韻だって、だから毎回ケシャラセラを聞くたびに涙が出そうになる、もうめっちゃロンリーです、あと新曲のアレラスもめっちゃ聞いてます、楽しかったの、もう一回やりたいな、ね、また今度もやろっか、うちはあんまりしないから、いんない、うんじゃあね、じゃあ行くね、リマもお腹すいたね、ご飯食べに行こうか、じゃあ皆さんも今日おいしいもの食べてゆっくり休んで明日一緒に頑張りましょうね、はい頑張ってね、今日も最後まで頑張ってね、早く寝てね、バイバーイ、バイバーイ。